消毒液スタンドとは、消毒用アルコールなどの手指消毒剤を便利かつ安全に利用するために用いられる台である。消毒スタンドなどとも表記される。ボトルに入った消毒用アルコールなどを人の手の高さに設置するものである。車椅子利用者や子供、幼児のために高さを低くしたものもある。消毒液のノズルポンプ部分を手で触れずに済ませるため、ペダルを設けて、 足踏み式にしたものや、センサーを搭載したものもある。少なくとも2010年頃にはすでに防災、感染症対策用品として販売されていたが、2020年に、新型コロナウイルス感染症の流行が始まって、以降、需要が急速に拡大したことにより、様々なメーカーから、製造、販売されるようになった。パール楽器製造のハイハット消毒液スタンドの、 吹き出し口の高さは4歳前後の幼児の身長と同じ約1メートル程度のものが多い。そのため、子供の目に誤って消毒液が入り、角膜炎などを引き起こす事故が増加していることがフランスなどの研究チームによって示された。アルコール消毒液は粘膜への刺激が強いため、目に入った場合は直ちに水やぬるま湯で洗い流す必要がある。ありがとうございます。